皆さん、こんにちは、大樹です。今日は、えー、プロコーチ養成スクルール第44期。我、まあ、ながらよくやってんなと思いますけど、の、えっ、ー、と、まあ、第2回目というかね、あーのー、最初に、えー、先々週2日間やってから、まあ、2週間開けてね、えー、また集合日だったんですけど、えー、みんなに、えー、どうコーチングやってみたって言ったらね、やりました。その後僕はね、どうだったうまくいかなかったでしょって言ったらみんな笑ってましたけど、あのー、 コーチングってね、やっぱりね、最初のうちね、思った通りにできない、あ、こんなもんか分かった、できそうとかって思っても、実際にやってみたらね、うまくいかないこともいっぱいあるんですよね。気にしたらあかん。<laughs> ね、あのー、なんでもそうじゃないですか。なんかね、えー、僕、えー、プロゴルファーの人にね、コーチングしてて、あのー、イジさんもやってみたらいいじゃないですかって言われて、ね、で、ゴルフ始めて、で、乗せるの上手な選手だったから、ね、あのー、 センスいいとか言われて <laughs> のできるような気持ちになってましたけど、えー、ある日ねなんかいまいちだなと思って練習場でねあの自分でこうビデオカメラ回してみてでどんなスイングしてるのかなと思ったら自分でイメージしてるのと全然違うスイングなのねでまあコーチングもそうでこんな風に聞いたらいいかなとかねこんな風にしたらいいかなとかと思ってるけど実際に客観的に見たらね <laughs> なんか変なことやってんなって自分でも思うようなこともあるしあとはね あの、コーチングで、まあ、これは役に立つ質問をしてるんだけど、それ以外にもね、何かちょっと役に立たないとかね、逆行するような別の質問をうっかり入れちゃってたりとかね、変な一言かける声で相手が混乱してたりとか、まあ、みたいなこともいろいろあるんですよね。で、聞き方もいまいちとか、聞くタイミングもいまいちとか、でね、なんかね、ちょっとしたボタンの掛け違いみたいなのでうまくいかないとかっていうこともあるし、あとはね、やっぱり、クライアントというかね、相手の人の状態が悪いとか、ね、で、 まあ、みたいなことで、なんかそこをうまくね、整えるような関わりをちょっとできると、ね、えー、うまくいくのに、そこが足りなかったからね、なんか最初からかみ合わなかったとか、まあ、いろんなことがあるんですよね。実は、あのこれスポーツなんかでもそうだって言われてるし、まあコーチングでもそうなんですけど、上手な人の方がね、いつもね、いろいろね、ちょっとずつ違うことやってんだよね。だからなんか、あの、 マシン的にというかさ決められたことをきちっきちっとやる人が結果を出すというよりかはやっぱり現場で相手に合わせて状況に合わせてアレンジできる人がやっぱり安定して結果を出していくっていうことなんだけどでもそれって経験によってねいろんな。 えこと試してい、ね、いろんんなななな体験すするるるからでできよようになるみたいな世界なんですよねだから最初のうちはなんか思ったよりうまくいくこともあるなんでかって言ったらまっすぐ聞いたりとかね一生懸命関わったりすることで,でしかも相手もさ別にプロのコーチだと思ってなくてうっかり話してなんかでもね真剣に聞かれたから真剣に答えたわみたいになってね。 変わっていくみたいなビギナーズラックに近いこともある。逆に、全然うまくいかなかったってこともある。で、当たり前だと思って、そこに一喜一憂せずにね、進んでいくこと。まあ、コーチングカウンセリングに限らないですけど、ね、最初のうちは、あのまあ、そういうもんだと思って進んでいくのがいいかな。で、自分にいろんな練習をさせてあげること。で、あの、で、なるべくシンプルにね、コーチングカウンセリングしながら、ね、で、そこでね、少しずつ何かを変えていきながら、実験すること。まあ、そういうことによって、 だんだんとね、安定した結果が出せるようになってきますから。まあ、うまくいって喜ぶ分にはいいけど、あの、うまくいかなかったって言うと落ち込んでもね、まあ、それは普通のことなんで、<laughs> みんな通る道だしね。で、まあ、そんなの気にせずにね、ね、まあ、カウンセリング、コーチング受けてくれた相手に感謝をしながらね、えー、よし、次行ってみようと思って生きていくのがいいと思います。まあ、数ヶ月やったらね、誰でも何かのコツは掴んでくると思うし、まあ、よっぽど苦しかったらね、誰かにあのシンプルなアドバイスをもらってみて、 少しずつやってみたらね、いいと思います。ということで、頑張っていきましょう。それではまた。